お花紙で桃のつぼみと若葉を作る方法です。開いた花の作り方はお花紙で作る桃の花をご覧ください。開いた花を使って開きかけのつぼみを作りましょう。緑色のお花紙を細かくちぎっておきます。ここではウグイスを作った残りのお花紙を使っています。開いたお花を裏返して液体のりをつけ、緑のお花紙に押し付けます。余分なお花紙は取っておきます。花の中心に色鉛筆の先を当てて包み込むようにします。緑色の部分を持って色鉛筆を引き抜いたら、花の根元をくるくるとねじります。根元を持ったまま花びらをきれいに開いて、根元の部分を指と指の間に入れて固定します。真ん中にビー玉を入れてぎゅっと握り込むようにして丸みをつけます。指先で形を整えてビー玉を取り出せば開きかけのつぼみの出来上がりです。まだ固いつぼみを作るには、花を作った後の切りくずを使います。広げて半分にちぎってから、手のひらに水のりをつけ、コロコロと転がしていきます。ちょっと細長くしたら、指先で雫型に整えます。尖っている方に水のりをつけて、緑のお花紙をくっつければ、固いつぼみの出来上がりです。これで固いつぼみから開いた花まで3種類の花の準備ができました。次は桃の若葉を作りましょう。緑色のお花紙を半分に裂きます。これを3回折ったら、細長く4つに切ります。さらに角と角を結ぶように細長い三角形に切ります。これを重ならないようにバラバラにほぐしておきます。保湿性のあるクリームを手につけると作業がしやすくなります。尖っている方を上にして 2,3 枚重ねます。指先に液体のりをつけて、根元の広いところをつまむようにしてまとめます。これで芽吹いたばかりの若葉の出来上がりです。枝のところに木工用ボンドか液体のりをつけて貼り付けて飾りましょう。